オケのハイの牌と大オケイを106枚使用する。牌は4つのスーツに分かれ、各、数とは1から13のランクを持つ。同じパイが2枚ずつある。加えて、どのスーツにも属さない特殊なパイが2枚ある。目印として4用のクローバーもしくは満月が描かれている。この2枚は、さて大きい、すなわち、 偽のジョーカーと呼ばれる。パイの背は見分けがつかないようになっている。6面のサイコロを1個使用する。ハイはマージャンパイやドミノと比べると薄く自立させられないので木製の台に2列に並べられる。各プレイヤーの手配は本人にしか見えない。ケ、OK、ーは基本的に4人でプレイされるが2人や3人で行うことも可能である。ゲーム中。 プレイヤーは14枚の手配を保持する。卓を囲んだプレイヤーたちが、半時計回りの順番で所定の位置から牌を1枚引き、代わりに手配から不要牌を1枚捨てていく。それにより、手配をメルドで揃えたプレイヤーは上がることができる。上がりによって、点数のやり取りが行われる。ゲーム終了時になるべく多くの点数を持つことが、ゲームの目的となる。 一回の上がりで、やり取りされる点数は、場の状況及び役が成立しているか否かで決まる。麻雀では13枚の手配を保持し、そこに14枚目の牌を加えて、上がり形を完成させる。それに対し、お、OK、k では14枚の手配に15枚目を引き入れ、余り牌を1枚捨てることによって、上がり形を成立させる。そのためお、OK、k には麻雀で言う。 論上がりに相当するものが存在しない。お経におけるメルドは2種類ある。一つは、違うスートで、同じ、ランクの牌の組み合わせ。3枚、ないし4枚で構成される。第2位が、麻雀でいう順子に相当する、同じスートで1ずつランクが異なるパイの組み合わせである。12から13から1のような組み合わせは良いが13から、 1>, 1から2のような組み合わせは許容されない。特別な上がり形として1種類を2つずつ、計7組作るマージャンの7統一と全く同じ上がり形もある。具体的なルールについては、下の外部リンクを参照されたい。ありがとうございます。